여러분 안녕하십니까? 今日は 노온의 발음의 기본에 대해 お話ししたいと思います. 皆さん 노온의 발음 きっちり できていますか? できていない方が意外に多いんですよ. 노온はですね, 아빠. こちら注目してください. 아빠 と息を詰まらせて発音する、そういう発音なんですね。 まあ綴りはこうなんですけども、カタカナで書くとこうで、実はここにもう一つ「つ」を入れるような感じ、ちょっとへんてこかもしれませんが、イメージとしてこんな感じ、アッパ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 。ですからここで息をちょっとためる、アッパアッパ となるんですね。で、気をつけないといけないのが、息が出てしまうとアッパアッパ、こう息が出るとこれ激音になるんですね。ですからそこを気をつけないといけません。皆さん自分で紙、ティッシュ、あるいは手でも分かると思います。アッパアッパアッパという時はほとんど息が出ていません。アッパアッパアッパ。それに対して激音はアッパ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 。 アッパアッパアッパ、この区別がしっかりできるようにならないといけないんです。そして今、P の音はですね、唇で調節しますから、それは大変コントロールしやすいんです。ですからまずこのアッパ、これでしっかりアッパができるようにならないと、 他の音なかなかできませんので、まずはこれでしっかり練習して要領をつかんでください。アッパアッパアッパですね。さて、その次に、超音点が少し中に入るタでいきましょうか。これはですね、まあこれでいきますか。ウッタウッタ、まあ上の例で合わせると、 こんな感じですよね。打った打った、まあこれはボールをバットで打ったでも結構です。日本語と思ってやってみてください。打った打った、そして「う」を言わずに「打った打った」できますか。これも「た」「た」「た」の激音にならないように「打った打った打った」 そうですね、今自然にこう出てしまいましたけど、音楽のシンコペーション、うったうったうった、こういうふうにふっと締めることによって息がうっと溜まって詰まって、そしてたうったうったうた、うまくいかない人はこういうふうに振りをつけてぐっと締めて緊張させてたとやるということもやってみてください。そして次はうっかり、 うっかりした、うっかり、これを繰り返しやってみましょう。うっかりうっかり、そしてリも言わないで、うっかうっか、そして「う」も外します。うっかかかかか、息がぐっと溜まってこらえて、そして「か」うっかかか、これでなさってみてください。決して「か」 かかかと激音にならないように、それを自分で確認しながら、かと息が出ていないのかを確認しながらなさってみてください。さて、皆さん、次はピッチ、音の高い低いについて見ていきましょう。これは平音で月があります。お月さんのことですね。これこの場合はたりと読みます。たりいっそよ、たりふんふんとこう上がるんですね。 たりいっそよ、皆さん一緒に読んでください。たりいっそよ。それに対してこれは激音、仮面があります。たりいっそよ、たりとなるんです。高々なんです。たりとならないでください。高低ではなくて高々、たりいっそよ。そして、娘がいます。この場合はですね、この場合もたりいっそよとなります。たり高々なんですね。
ですから上からその部分だけ取り上げますと、タリタリタリとなるんですね。そしてこの激音とノ音、どちらがより高いのかっていうと、こちらがより高いんです。ただしいろんな研究を見てみるとですね、まあ個人差もあったりして、はっきりとこちらの方が必ず高いとは言い切れないんですけども、ノ音の方が高い傾向があります。タリイッソヨ、タリイッソヨ、タリイッソヨ、この2つの区別、タリイッソヨ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 というふうになります。韓国語は日本語にはない激音とノ音があって、この2つ大変大事なんですね。そして学習が進んでもなかなかこの2つの区別ができない、自分で発音できないっていう、そういう方が多くいらっしゃいますので、基本に立ち返ってじっくりと観察なさってみてください。ゆっくり確実に練習を重ねて脳音が出せるようになってください。自己観察が一番大事です。